はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。三方よしの地に足をつけた、堅実なネット物販、ネットビジネスの情報発信をすべくこちらのチャンネル運営しております。もし今回の動画参考になったなって方は、よろしければ高評価、チャンネル登録いただければ、幸甚です。今回は、ネット物販、アマゾン物販を行う際に、絶対にこう進めていただきたいと、意見ではあるんですけれども、ネット物販講師として強く申し上げたいポイントをいくつか話しさせていただきます。まず、一つ目。必ずやっていいたただきたいことは相乗り 出品をしない新規出品を行うというのはアマゾン上にある既存ページに便乗して同じ商品を自分も出すというやり方なんですがこの相乗り出品っていうのは一つの商品ページで同じ商品を複数人のセラーが出すわけですからその中で誰がカートを取るかのカート取り合戦になってしまいますでカート取り合戦になってしまうと商品が同じなんで金額値段 差をつけるしかないんですねよって、どん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 金額価格競争になってしまって、お互い足を引っ張り合って、どんどん利益が出なくなってしまうっていうオチになります。よって、類似商品が別のページで出ていた場合、そのページと差別化する、自分なりに商品ページをうまく作り変えたりだとか、改善したり更新したりするっていう作業が、思うようにできなくなってしまうので、変化に順応できない売り方になってしまいます。よって り出品は絶対せずに必ず新規出品で自分で商品ページ作りから行うようにしてください 2点目、新規出品する前提の話なんですが、新規出品を行う前に必ずエラーコード5665の解除を行う必要があります。このエラーコード5665の解除っていうのはご自身のブランド名を Amazon に認知していただくってやり方です。新規出品登録でブランド名の欄に自分で考えたブランド名を入れた時に必ず表示されるエラーなんですが、このエラーを解除するためにはブランド名が高級的な方法、 こうカリカリやっても取れないようなしっかりとした刻印とか印刷でついた商材の写真を何枚か撮影してそれを Amazon に送って Amazon で審査していただく必要がありますこのやり方については私もいくつか動画出しているんですがどうすれば審査に通りやすいか,だとか審査に落ちた場合どうやってリベンジしたらいいかっていうこともあるんですよ細かいやり方がそこに関してはちょっと有料コンサル生ーさんの手前私も公開動画では出していませんが多 ににについいいいいてててては結構話しししまますすのでそううったた情報を収集して自分ななりりトライしていただくという流れになりますこのエラーコード5665の解除を忘れて新規出品すりゃいいやと思って先にアリババとかで商材を代行会社通して買い付けてしまっていると買い付けてはいるんだけれどもその商品が出品できないという状況になってしまいますから新規出品する場合は新規出品登録を行う際にエラーが必ず出ますのでそのエラーを解除する必要がある よってい3点目商品リサーチをする前に商品のルール amazon の規約法律的なことっていうのをまずはしっかりと学習する必要がありますコンサルティングを受けている方に関してはとりあえず商品を自由に調べてもらって でそこに関して私がうまく軌道修正をしていくのでコンサルティングを始めた直後から商品リサーチって開始できるんですけど独学でやられる方っていうのはそういった商品のルールについて事前に勉強しておいた後でアリババなどで商品のリサーチをした方がいいと思いますというのもそこに関して知識を持たないまま商品リサーチをして買い付けまで進んでしまうバーっと尽きってしまおうとする方が多いんですが結果として大抵商標 登録違反だとか Amazon の禁止事項に抵触して出品停止になってしまうだとか不必要なトラブルに巻き込まれてしまうことが多いんです5つぐらいボタンを掛け違えたその先でたまたまそれがトラブルとして露呈したってだけでもっともっと前の前の前から改善点があってその部分から改善していかないとまた同じような小石で何度もつまずくよっていうオチになり得ますからどういう商品を扱ったらいけないのか例えばリチウム電池が入ってるのはどうなの か乾電池が入ってるのはどうなのかみたいな基礎知識っていうのは学んでおくべきです手前味噌な話になるんですが私の5日間の無料講座をご受講いただければ無料で勉強することができますで無料でっていうと後からセールスの連絡が来たりだとかうわーって関係ないアフィリエイトの案件とか送られてくるんじゃないかって思う方も多いかもしれませんが私の5日間の無料講座に関してはそういったことって一切行いません最後までご静聴くださりありがとうございます